ジュビロ磐田は15日、2日横浜戦で暴力行為を行った DF ギレルメ、30、との契約、期限付き移籍、を解除した。これまでは練習不参加の謹慎処分となっていたが、この日、クラブとしての正式処分を発表。ギレルメ選手契約解除のお知らせ、と題し、ギレルメ選手との契約に移籍。し、クラブ内での協議の結果を踏まえ、5月15、記事全文を読む。